フィービー・ケイツはアメリカ合衆国ニューヨーク出身の女優。ケイツケビン・クラインやット・アンアフターパーティーフォーザ1989アカデミー・アーズ本名はフィービー・ベル・キャッツ、結婚後はフィービー・ケイツ・クライン。父親と母方の祖母はロシア系ユダヤ人、母方の祖父は中国系フィリピン人。ジップのジョーゼフ・ケイツとおじのギルバート・ケイツは映画監督。 1980年代に世界中でブルック・シールズと人気を2分するほどの活躍をしたアイドル女優。日本においても CM 等に出演して活躍した。1982年に出演したパラダイス初体験リジモント杯ではヌードシーンを披露し人気を不動のものとした。なお、初体験リジモント杯で共演したジェニファー・ジェイソン・リーは親友。 1984年のグレムリンなどのヒット作にも恵まれ、以後次第に演技力も身につけていった。1989年にアメリカの俳優ケビン・クラインと結婚し、二児の母となる。その後、育児のため女優業からは遠ざかり、2005年にはニューヨークのマジソン・アベニューに彼女名義でブルーツリーというギフトショップを開店した。長男の応援クラインは俳優として イカとクジラなどに出演しているバイオグラフィー FILMREFERENCE.COM 2010年3月7日閲覧ワーキング・ダニエル・ J ・ NY タイムズアーティクル NY タイムズアーティクル2010年3月7日閲覧ギルバート・ケイツバイオグラフィー FILMREFERENCE.COM 2010年3月7日閲覧。ニューヨークマガジン。フィービー・ケイツ・クライオープンズ。ブルース・リー・トイ・ストア。ありがとうございます。